キコの本当の顔シリーズでございます。新潮がこちらを挙げてるんですね。隠す必要のない情報をなぜ遮断するのかと。こうしたやり取りは先月24日に感染が確認された過去の時にも繰り返されていた。過去は全国高校生手話パフォーマンス甲子園ご出席のため9月23日から鳥取を訪問され、開催当日の24日朝に発熱、ご欠席を余儀なくされた。25日には宮内庁ナンバー2の池田健二次長の定例会見が開かれたものの、この方は次期長官なのかな。この方も小室さん擁護していたり、絶望ですね。佳子さまのご体調について質問が出ると、まるで皇嗣職と示し合わせたかのように落ち着いておられると言うんです。それで分かりづらい。まだ症状が出ているのかと聞いてもしばし黙り込んだ後、全体的なご様子としてですと要領を得ない回答に終始した。側近トップである梶さんの発言と齟齬ないように調整した形跡も伺えたというのだが、そもそもなぜ隠す必要のない情報を遮断するのか。英宮ご夫妻のご意向が強く働いているのはもちろんですけど、あまりに世間の感覚とかけ離れていると言わざるを得ない。私的には見てこうかで開かれた皇室っていうプロパガンダやってたじゃないですか。押し付けた民主主義とキリスト教、皇室が利用されたと思うわけです。上皇を骨抜き教育してキリスト教流に染めて、まあ、仕上げは、見てこっていうカトリッククリスチャンを結婚させたんじゃないのかなと。平成の時代までは成功してたんですけど、今 SNS が発展してくれたおかげで公に言えるようになった。まあいい時代だなと僕の解釈としてはですけど、都合のいい情報、つまりプロパガンダ情報は流す、そして都合の悪い情報は隠す、それが開かれた皇室であると思うわけです。これは完全にミテコに人気を上げるための作戦である。この開かれた皇室戦略をミテコを崇拝してビデオまで見るような機構が取り入れてるんだろうなと。戦略としては都合のいい情報を流したいんですけども、最近は逆効果になってしまうし流せないんじゃないのかなと。まあ、隠す方向にシフトしに行ってるんじゃないのかなと思いますし、まあ、うまくいかないからこそ広報室を立てた、まあ、右翼飛ばすわけにはいかないですから今の時代、まあ、どんどん炎上の渦が上がっていくし味方がなくなっていくし、出す情報もあまりないから誕生日会見とかもあまり多くを語られないんじゃないのかなと思いますけどね。宮内記者会は当然ながら宮内庁実質的に支配されてますよね。しかし最近はそんなものもあまり通用しなくなってきた。崩壊しかかってるわけです。その戦場をテレ東さんが走っていただければと。ネット上に非常に面白い図がありましたか。これは秋信のリストらしいです。最近更新された。やっぱり上には岩井克美です、ね。岩井克美は相当やばいです。内親王系プランを持ってきて有識者会議で喋ってますから、過去が結婚して公設離脱しても公務は続けることができて、それでお金までもらえるってことですよ。家も当てがってもらえる可能性があると。だから秋篠宮は改築しまくってるんじゃないですか。まあ、それを見据えて最終的に幕を戻すつもりなんでしょうね。まあ、そんなことを許しちゃいけない。最初注目していただきたいんですけども、まあ、朝日系列の人たちが結構乗ってるわけです。まあ、具体例を言うと、例えば季語が突然謎の友人が出てくる時あるじゃないですか。やっぱり斉藤智子が関わってるわけですよ。斉藤智子さんは有名な写真がありまして、川島達彦さんのキス、そんなあのタイトルやめてもらっていいですか。文藝春秋で上がってるんですけども、この写真の右のが斉藤智子さんですね。この人は紀子さんとも仲がいいんじゃないのかな。で、謎の友人が出てくるわけです。他にもアイラ系列の方はいっぱいこういう友人系の記事がポンポン上がってるんですね。悪心側の記者を囲っていて都合のいい情報を流してるんじゃないかっていう話です。最近用語にすごい回ってるのは永井さんなんですよね。紀子様友人が明かす英宮家大批判の真相、ものすごく擁護されてるんです。あ、他の記事でもあの図って非常にまとめてるんですね。ものすごく詳しい方があの図を作成されたんじゃないのかなと思って感心して、いますけど、紀子様教育熱心の風評、ご友人は悠仁の進学先に東大のトロジも聞いたことない、謎の友人が出てきて擁護する、紀子様ご友人志賀さんが語る英宮家の教育方針、多様性に触れて学ぶ。英宮家の教育方針なんて放任主義でしょ。まあ、擁護の気持ち悪い記事を書いているのが秋信側の記者さんなんですね。秋篠宮家っていうのはこういう記者を使って、まあ、おそらく記事を書いて観測機器を飛ばさせて、まあ、既成事実にする一発目出しといて、まあ、弱める狙いがあるんじゃないのかなって思うわけです。この記事を復元してみたんですが、紀子様についても当事者しか知り得ない情報が一部のメディアで繰り返し報道されている。ちょっとおかしいんですよ。紀子様は今年11月単身でオランダを訪問されました。あいらは
出発前には一人での仕事があってもいいんではないかしらと真子から励まされたと報じたと。これ当事者しか知らないですよね。紀子様がオランダへ立った日はちょうど真子の27歳の誕生日。母親なのに結婚問題で失意の真子さんの顔にいてあげてないのかという違和感の声が上がった直後に、それを否定するような母子蜜月をアピールする記事だった。都合よく週刊誌を利用して調整しようとしてるんですよ。女性セブンであったり女性自身にも及んでるんじゃないんですかって思うわけです。女性セブン全体がそういうわけではなくて、記者単位で見るのが一番いいんじゃないのかなと思います。あえら12月10月号では、紀子様が友人に打ち明けたとされる肉声が詳細に掲載された。多分真子の方は全てを小室さんに話していたと思います。だからなぜという思いが真子の中で抑えても湧き上がっただろうと思います。私がもっと疲れた時には休む姿を娘たちに見せていれば真子もこんな無理を重ねなかったのでは。それだけではなく、エイミアのご発言やご夫妻の考え方も細かく記されている。まるで紀子に直接インタビューしたかのような記事。友人なんてまさにそうじゃないですか。友人って自分のことかもしれないですよ。極めつけが週刊誌の記事。小室さんが周囲にこう語ったと記されている。紀子は帰国子女だから日本語があまり理解できないんでしょう。僕の話も分かってないご様子なんですよ。これは私も紹介したじゃないですか。日刊現代の紀子の大研究っていうすごい記事があるんですよ。紀子はアメリカ育ちなんですね。フィラデルフィア。川島家の方針で母国語は日本語ではないわけです。ですから、かなり片言なんですよね、日本語が。それで国務になろうとしてるのがやばいんです。大丈夫かな。皇族に関して、かなり際どい発言であると。形成するハードルは決して低くない。紀子様自身のお耳に入って意図的に書かれたものではないかと評判ならば。なるほどね。あえら週刊朝日といった朝日系新聞の系列メディアで紀子様の発言やお気持ちがつまびらかにされているのは理由がある。真子と小室さんの情報や紀子のお気持ちが流出したそれらの記事は、どれも同じ記者が関わっています。紀子様とはご結婚当初から親しく絶対の信頼を置かれているベテラン記者だそうです。だから記者隊員なんですよね、多分ね。斉藤智子のことなんじゃないのかなとは思いますね。この記事を書いたのも斉藤さんです。岩井克美さんもなんかお腹がいいと思いますよ。明らかに岩井克美は天皇家を愚弄して秋篠宮家を意味のわからないぐらい擁護してますからね。で、記事では紀子様の奮闘ぶりや母娘の仲の良さが強調されています。また小室さんのネガティブな情報が報じられる一方で、真子さんは小室さんのトラブルを全く何も聞いてなかったと記されている。つまりは永宮ご夫妻や真子さんは、小室家のトラブルの被害者だと印象付けたいんでしょうと、まあ同妻欲ですからね。まあそれが秋篠宮家を擁護するっていうのは何らかの理由があると思いますけどね。そんな人が男系男子とか言ってるんですよ。まあ、おかしいじゃないですか。そういうわけですね。まあ、その時点で気づいた方がいいと思いますけどね。だから彼らが言う男系男子なんてそんな歴史もないんですから、たかだか明治時代からできた話ですから。それを守るあまり秋篠宮になったらそれこそ本末転倒であると思います。守る必要ないでしょうと。そして紀子様が実は加地さんであったり宮内庁のあのわけのわからない会見の裏にいたんですよね。細かく指示なさるのは紀子である。具体的に書いてあるわけですよ。エイミアはもともと私的な情報を明かさなくていいとのお考えをお持ちで、また毎週金曜日に行われる公職レクの前にはご夫妻と加地大夫とで打ち合わせを行っている、その場でこのように伝えてくださいなどと細かく指示なさるのはもっぱら紀子なんです。だからこの公職レクっていうのは紀子の代弁なんですね。ですから意味がわからないわけですよ。会見の内容はご夫妻にも文書で届けられるので、じゃあ自ら出てきて説明しようよって思いますけどね。そのレクの時間無駄でしょと僕は思います。大夫がどのように話したのか一目瞭然だと。言葉足らずの箇所もちろん必要以上に踏み込んだ言及にも紀子様からご指導ご鞭撻があるらしいですね。結局加地さんなんて操り人形なんですよ。ご指示からそれたレクを行えばそれはすなわちご夫妻のご意向に反することになる。ご不幸を買っては元も子もないので、大夫は余計なことを一切口にしない方が身のためといったスタンスを貫いてるんですと。がこうした姿勢は宮内庁を挙げて推し進める発信力強化と大いに矛盾する。誕生日会見で紀子様他人面してたじゃないですか。心配してましたとか言っていますけども、嘘である。大きく関わってるんですね。これは新潮さん具体的な情報もすっぱ抜いてくれたなと思いますよ。これが紀子の本当の顔であると思います。まあ、どんだけ汚いのかっていうのはもう目に見えてわかりますよね。引退していただきたいな。こんな汚い手法を取り得るような人は皇族ではないと思います。情けないなと思いますよ。以上です。じゃあチケットバイバイ。さよなら。